アザラシ赤ちゃんチャンネルの主催者の小原玲と申します。私が最初に撮ったアザラシの赤ちゃんの写真のことをお話しします。かれこれ32年前になります。1990年です。私は当時報道カメラマンだったんですけれども、もう人間を撮るのに疲れてしまって、で何か違うものを撮りたいなと思ってカナダに出かけていました。そこで出会ったのがこのアザラシの赤ちゃんで、で当時私はライカ R6 というカメラに 280mm の 2.8 で 1.4 倍のテレコンバーターをつけて 400mm として使っていました。でそのレンズをこうやって向けてた時にアザラシの赤ちゃんがふっと体を起こすんですね。でそしてこっちを向いてくれる。で目と目があった時の嬉しさで、なんか微笑んでくれたような感じになって、でもう本当忘れない一瞬でした。で報道カメラマン時代に忘れていた写真を撮る喜びみたいなのを思い出した時でした。で日本に帰ってきてこの写真を雑誌で発表したら、雑誌の発売日に電車に乗っていました。でそうしたら女性がずっとこの写真を見ていたんです。でずっとずっと見ていて、最後この写真を定規を使って切り抜いて手帳に挟んでいったんですね。そこまで大事にしてくれるのかと。で報道写真でどんなに話題になった写真を撮ってもみんな見てたのは 4、5 秒です。でもアザラシの赤ちゃんの写真はずっと見てくれた。どうせ撮るんだったら人に大事にされる写真を撮りたい、そう思って動物写真家に転身するきっかけになりました。それがこのアザラシの赤ちゃんの写真です。